天才ピアニストの深夜おでん。ラジオ回ってるんですよ。どうも皆さんこんばんは。こんばんは。天才ピアニストの竹内でーす。頭がかゆいでーす。まつみでーす。やらしに本当にね、日常の一部でございます。あのね、ちょっと質問したいんですけれども。何ですか？もし、はい、一つだけ、はい、自分にない魅力を、うんうんね、神様が、うん、今あなたに授けてあげましょうと言った場合、はい、あなたはこう、そうやね、まあ、自分にとってなのか相手から見てなのかいろいろあると思いますが、はい、プラスアルファ魅力をつけれるとしたら、うん、どんな魅力が欲しいですか？それはルックスってことですよね。あ、うん、ルックスだけじゃなく全部。この間それ喋った感じじゃなくて、その才能のさ、あの例えば走りが速いとかそういうこと喋ったから。おやすみなさい。ありがとうございました。もうね、最悪のジャンルの話してるから、もう ないねん。じゃあね、今さ、このさ、ラジオ回す前にさ、いつもまあなんかなんとなく私が、うん、まあこれ喋ろうかなって決めて、うん、じゃあ始めますっていうのやるんですけど、うん、なんか思いつかなくて、どうしようって困ってたら、ますみちゃんが、あ、じゃあ私質問していいみたいな、うん、で、まあまあ始まった結構は、うん、みたいな感じでで、初めて言ったら既存の既視感ありのしかも1ヶ月以内に喋ってるからまたやらしに魅力外見にしようじゃん。その時な、多分才能があって。あ、そうか。自分にもう努力なしでパンって1個才能が付与されるのは何がいいって言って、まあでも魅力っていうのはまた言い方かな、違う違うから別の話題や。だからあれでしょ、例えばほんまにもっと目が大きいとか、うん、はい、とかっていうレベルのことでもいいってことですよね。そうやな、魅力ね。うん、まあ私は背が高いとかかな。高身長、うん、何センチぐらい？今158ぐらいでしょ。いやもう結構シャレだな。まあその身長高い人からな、うん、めんなよって言われたらすいませんって感じですけど、はい、私は結構もうあっていうぐらい高くて170後半80とか。はあ、もう富永愛さん系や。そう、街でおわっていう。確かに外国人の方とかでさ、うん、もうすっごいショートパンツ履いててタンクトップで、うんうん、もう約すぎぐらい足長い人おるもんな。まあ約すぎは太さで例えると思うんですけど、長さではあんま分かんないですけど。カラーギャップ出ちゃった。そう、それ一番地獄のやつやん、この世のゲップの中で。人体の唐揚げと餃子がやばいな。人体の香りがしたよ。いい役や。でもあなたも食べてるから。いや私も食べてるけどゲップしてへんやんか。なんでなん？全然なんでない。なんでやねん。ゲップしてから怒られたいんですけどもね。うん、高身長、まあルックスで言ったらね。うん、あの顔はあの幸薄いですけど、幸薄い方が好きなんですよ、私の好みとしては。はいはいはい、自分の好みとしては。うん、だからまあ、あのまあええか、まあ鼻低いとかあるけど、まあまあいいかっていう感じで。身長やな。高身長な。もっと服似合うねん。わかるわ。な。私ね、158ってずっと言ってましたけど、はい、ごめんなさい、私あなたより高い。いやいや、そんなミリ単位で威張られても。この間健康診断でね、はい、159でした。あ、伸びたんですか？わからん。いつの間にか。伸びたのか、その時のもう1センチ、うん、プラマイ1ぐらいはまあ加減やんな、その時の。サービス？なんかちょっと、こうなってたとか、こうなってたとかもあるやん、多分。うん、あれ、結局いつもどれが正しいんかわからんよな。せやねん。身長測るとき。これ合ってんのかなっていう。あ、なんかいつもより低い気がすると思ってフィニッシュするもん、いつも。あ、これ私こんなもんじゃないんですって思いながらフィニッシュする。悔しい。あなたより高いです。いやいや、いいんですけど、それは。じゃもっとこう、うん、ガツンと高い。なるほどな。うん。でも、あ、そっか、まあ。女性。厚底とかでそういうのでは追いつかんわな。そうそう、厚底とかじゃなくて。うん。でも、まあ、足長いとかっていうのもやっぱり憧れますね。七尾さんとかやっぱ、かっこいいもんな、うん。めっちゃかっこいいよ。なんかあれで、うん、あの、ジャージとか着たいね。セットアップのジャージとか。あかっこいいやろ。めっちゃかっこいい。キルビルでしたっけ？はい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 。あの感じ。だから、あえてその、おしゃれ度が高いというよりかは、うん、普段着、デニムに T シャツとかそういうのが、パシッとかっこいい感じ、うん。かっこいい。そう、ラフな格好でちょっと、なんていうの、うん、決まるというかね。はい。それなんかええなっていつも思いますね。すっごく憧れますね。私はもうね、はい、くびれ。あー、くびれが欲しい。今もう寸胴屋さんやから。ラーメンやっけ。
美味しいやん、このこってりしたラーメン。美味しい、海苔がうまいね。寸胴屋さんやから。あー、くびれが欲しい。もうやっぱね、何がでかいってやっぱ一番私胴体なんよ。はん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 。くびれてた時期ってあんの？あるね。あ、じゃあそのあれやん、 なんかあれに頼らんかって最悪努力したら、最悪やけど努力したらいけるってことや。最悪やってことやんな。努力はね、うん、できる人間じゃないんですよ。この際はっきりさせとくけど、この際ね、言わしてもらうけど、うん、天才肌なんで、うん、努力できるタイプじゃないんです。あー、なんか言ってるわ。でもなんかさ、この間、まあ、見出しで詳しく読んでないんですけど、うん、なんか努力できるのこそやっぱり遺伝子的に決まってるとか。それ結構残酷やなと思えへん。だって努力ってみんなができるから、うん、あの今さえへんけど努力したら結果出るかもっていう希望を残せるやん、うん、でも努力できるかどうかも、あの遺伝子レベルで、そう、なんか遺伝子で決まってるっていう。は、まあ、それはあの一説だと思うんで、はい、別にあの信じる必要はないんですけど。だから努力したところで結果が出るとは限らないみたいなことやもんな。うん、違う、努力をすることがまずできない。で、あの、その努力をできる度合いが変わるっていう、うん、だそもそもめっちゃ努力できる人と、うん、鼻からも遺伝子的にそのあんまこう努力というものができない。頑張るということがね。そう。それ残酷やん。だから私はそれを努力やと思ってないかもわからん、もしかしたら。はあ。だから、やれてるっていう。あれ、ちょっと今、え、いつの間にかなんかマウントに変わってたんですけど。当たり前にやれてるっていうだけで。はいはいはい。それを努力と呼んでないってことですよね。そうそう。うん、努力って思い次第、なんかもう、自分に枷をかけられた感じ。そうですよ、そうですよ、そうです。私はこんなに頑張ってるんだ。うん。なのになんでこんなにできないんだとか。こんな状態なんだ。う、は、ん、い。っていうのはあんまり思わへんから。うん。できてしまってるというか。うん。さっき努力できないっていう宣言はどこに行ったんですか？だから努力。努力じゃないってこと。あ、なるほど。じゃ、だから、くびれられるやん、そしたら。くびれられるって何？今、どこに今おんの今。あ、どこ今ここ。あ、軸のない女性なの。え？軸がね、ナイロンワイヤーやね、私。あ、結構自由自在なんや。そうそうそう。あ、なるほどな。軸がね。まあでも、それはいい、あのね、その発想はいいと思うんですよ。努力を努力と思ってない人間が一番強いじゃないですか。うん。え、くそ、こんなに頑張ってるのにって思ってるやつはさ、うん、やっぱ知れてんねん、いけるとこ。なるほどね。うん。だから私ほんまに今までの人生でめっちゃ努力してきたみたいな瞬間は一回もないかもしれん。だけどそれなりに結果を出してきてる。せやねん、どこでも。いや、じゃだからそのくびれの話よ。くびれの。だから、あなたはね、くびれも結果出せるってことや、だから。今まで結果出してきてるでしょ。出してきてる。努力を努力とも思わずに。思ってない。もう出せるって。そういうことや、そのいい結論や。でもな、ボディメンテだけに関しては、うん、大塚製薬の緑のラベルのやつみたいに言ったけど、うん、ボディメンテナンスに関しては、うん、サジを投げ切ってんの。ボディメンテナンスに限ってはやっぱりね、うん、血のにじむ努力がいるっしょ。もちろんそうです。そこがな、だそれ以外の勉強とか、うん、なんやろな、まあ 仕事とかね、仕事に関してとか、うんうんうん、現場での対応とかに関しては、うん、そんなになんか頑張ってとかっていうふうにもあんま思ってない。まあ真面目ですもんね、そのまず、うん、軸としてちゃんとやる。やれんけどやっぱね、ボディメンテに関してはね、スプーンを遠くに投げた。そう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 。でもさ、ユリゲラーって感じ。負けとるやないかそれ。サジを投げなあかんねん、諦めるとき。サジを負けたら話変わってくるんですよ。ユリゲラー懐かしいですけどね。そうですね、まあまあ、そのくびれがあったらちょっと、うん、くびれがあったらどんな悪さしたろうと思ってるわけそれ。え、くびれがあったら、うん、私結構やっぱりへそ出したりとかってこと。へそも出し、あ、でもな、へそ不細工やな私な。あの、へそ引っ張る癖やったから。え、へそ不細工なった。引っ張ったら、引っ張ったら変わるの。え、変わるよ。へそ引っ張って、うん、指壊る癖やってん。しかも3本。え、へそ引っ張って指壊れてるのに。忙しい人やねん。そう、ずっと、なんとなくうすら覚えてるし、おかっぷも言うねんけど、まさみちゃんは、ちっちゃい時、癖多い人間やった。はいはいはい。私結構ね、うん。へそを引っ張りながら、指3本。ああ。加えるっていう。引っ張りながら3本加える。何やそれ。ほんでな、ちょっと全然話それるけど、うん、あの、私、まあ、爪噛む癖あったって言ってたやん、昔。うんうん、爪噛む癖ある人は、なんか、愛情が少ないとか、うん、
寂しがり屋とか、そう、うん、あれが最近覆らったらしい。ああ、そういった学説があったけれども、うん、そういうことを言われてたけど、はい、一概にそういうことではないと。ほう。ストレス、自分が溜め込んだストレスを人に発散したりとか、うん、外に発散できなくて、うん、それを自分の中で解決しようと思って、うん、グッてしてもしまってるらしい。ああ、だからその言った外的要因というか、他から来るストレスとは限らないことだな。自分の中に溜まったストレスが、そう。だからそれが寂しさとは限らないことだな。そう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 。うん、発散の仕方がまあ下手というか、うん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 、でこう自分まあ言ったら自傷行為ではあるやん。まあそうですね。傷つける、うんうんうん。そうやっちゃうっていうね。あ、うん、あ、勉強になりました。はい。おあ、だから親からの愛情の一因ではないってことね。だから当てはまらへんなと思っとったやな。当てはまらへんからさ、うん、確かに。愛情形成のなんちゃらみたいな、うん、と思ってたけど、うん、それ聞いて、あ、なるほどな、ストレスの発散の仕方が分からへんとか、うん、こうなんか、あ、イライラっとした時に、うん、こう。それをやらん人は どうないしてんやろ。なんで、他の人はどうないしてんの、かまへん人は。何で発散してんの？ストレス溜まったりとか、泣くとか、自分なりに発散方法があるんじゃないかな。あ、それが行き場失った爪噛んだりすることがあるってこと。うん、なるほどな。で、くびれがあったら何をする、ね、くびれの話しようったらへそぶすやな、私。くびれがあったら。あったら。やっぱこの出したいんですか？そう、出したいし、結構、ね、ピタッとした服好きなのよ。あ、なるほど、なるほど、なるほど。やっぱこのマーメイドライン。はい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 。マーメイドラインの服を着たい。なるほど、それは確かに選ばれし人間のって感じですもんね。でやっぱり年は結構いってますけど、はい、ビキニとか着たいやん。ああ、いいですよそら、うん、うん、確かになんか誰にも見られてへん状態で、だからハワイとかで海辺でな、うん、ビキニではしゃぎたいなとか言ってもな。そう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 。でもくびれがあったらみんなに見られた状態でビキニではしゃげるから、奈良健康ランドでも着れるもん。うわー、奈良健康ランド懐かしいね。おやすみなさい。チャンネル登録ってした方がいいもんね。うん、私やったら登録するかな。私もすんのよ。登録してみたらどう？どう？